こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回は、はい、飯塚千恵先生によるレッスン動画です。待ってました、はい、待ってました、はい、今回は、はい、パターに苦手意識がある方に向けた有料級のレッスン動画です。いや、パターはね、うん、悩むよ。悩んでます。今私も本当ロングパッドの距離感が本当につかめなくて、うん、いつもなんかもうぶっつけ本番みたいな、なんかもう分からん、適当に打って。そうだね。パターってこう打ち方、うん、教えてくれる人ってあんまりいない、うん、ないし、みんな形違くない？そうだね、うん、まあ、でも今回の動画ではそのパターの基本っていうのを、うん、千恵先生に分かりやすく解説していただいております。はい、はい、見たい。見たいよね、はい、パターが本当ちゃんとできるようになれば、うん、入るようになれば、うん、まあね、スコアアップ10ぐらいはそうですね、すぐ達成すると思うんですよね。確かにパッド数がやっぱ難しいけど、20代になったらかなり良くないですか？良いですね。なんだかんだパターって、うん、まあ、数えると結構打っちゃってたり、うん、ね、もったいないよね。もったいない。3パット4パットしちゃってる方とか多いと思うんですよ。うんうん、2パットで入ればいいけど、うんうん、って思っててもね、うん、やっぱ打っちゃうと思うんで。そうなんです。やっぱりね、一番使う道具ですから。そうですね、一番必ず使いますからね、うん、一番基本を見直すべき、はい、うん、パターン、はい、ですね。ですね、はい、まあ、ゆっこちゃんも、はい、そうだと思います。私もそうなんですけど、はい、まあ、視聴者の皆さんもパターン分かんない、うん、パッティングが上手くなりたい、はい、そしてもっとスコアアップしたいと思っているのであれば、はい、今回の動画の内容は貴重な内容になっているはずです。はい、ロングパットを克服するぞー。ロングパッドのことじゃないかもしれない。いいの。いいのね。はい、では早速レッスンに入っていきたいと思います。はい、今回はパターンの基本、知っているだけでスコアが10アップする方法をお伝えしていきたいと思います。パターンの基本なんですけども、あの PGA、 あの日本プロゴルフ協会に教科書があるんですけども、レッスン教科書にも書いてあるんですけども、その中でパターンは定型なしということで、打ち方は自由、ストロークしやすければアドレスも打ち方も自由ですよって書いてあるので、多くの方にこうしなきゃいけないですよっていうのは特にないんですが、しかしこの3つは守っといた方がいいよっていうことを今日お伝えしていきたいなと思います。レッスンしててですね、お悩みがとっても多いのがやっぱりですね、強弱、だったりとか、まあ、距離感がわからないって方がとっても多いんですけども、そういった方たちっていうのはですね、この3つのポイントを、やっていただければグッと、距離感が合うようになるのでやってみてください。まず1つ目はですね、ボールの位置です。はい、まずボールとクラブを用意していただき、まずはじめにアドレスの形を取っていただきます。はい、こういう形ですね。自分の前傾姿勢を取っていただき、はい、さっき用意してもらったボールですね、ボールを左目の、下から落とします。はい、この位置ですね、正面からも行きます。自分の前傾姿勢、アドレスの形を取っていただき、左目の真下から、はい、落としていただきます。はい、こういった形で一番最初に落ちた場所、はい、この場所に置いていただくと、真下からボールを見ることができて、ラインも見やすく、ストロークも自然な位置でできるのでおすすめになっています。で、これがどうしてもなかなか合わないよっていう方は、やや外側でも OK なんですが、内側だったり、遠すぎたりするとストロークしづらかったり、ラインがですね、見づらくなったりするので、これはちょっと注意してください。はい、そして2つ目はですね、すごい大事です。フェースの面を打ち出したいターゲットに合わせるということです。はい、こ
このフェーズの面をですね合わせることをしてない方がとっても多いんですよね。どうですかね、皆さんしてますかね。はい、プロゴルファーの方たちはですね試合中この面を合わせることに慎重になっています。しかし皆さんは打ち方や、はい、入らなかったらどうしようとかそういうことに気を取られてしまって、このフェーズの面をターゲット打ち出したい方向に向けるっていうことをおろそかにしている方がとっても多いんですよね。でこれをですねおろそかにしてしまうと向けたところに 80% 以上パタって転がるのでとっても重要なポイントなんですよね。つまりフェースの向きを合わせないでストロークしてしまうとプッシュや引っ掛けを起こしてしまうので、しっかりターゲット打ち出したい方向に対して合わせていただくようにお願いします。はい、よく見られるのがカップに対して合わせてしまい、はい、そこから右に打ち出したり左に打ち出したりしてラインに合わせている方がとっても多いので、こういう方はしっかり最初にセットアップすることをおすすめします。はい、それでは最後3つ目です。3つ目はですねリズムです。はい、これ多くのレッスンでもよく言われてるんですけども、リズムってゴルフとっても大事なんですよね。どんなにいい構えしてもどんなにいいストロークしてもリズムが崩れてしまうと入射角が変わってしまうので転がりが変わっちゃう。そうすると転がったり転がんなかったり、距離感がバラバラになってしまいますので、はい、まずはリズムを整えてそこからストロークの研究をしていただければなと思います。で、どうやってリズムを整えていくかというと言葉に出していきます。はい、ではまずアドレスが1、テイクバックが2、そしてダウンスイングフォローが3、こういった形で言葉と体を合わせていきます。いきます。1、2、3。はい、こういった形でリズムを整えてあげてください。はい、本日はパターの基本ポイント3つでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の知ってるだけでスコア10アップできるパターンの基本について、うん、はい、いかがでしたか。いやーね、やっぱりねパターですよ。そうですね微妙な距離外したら、うん、次のやっぱティーショットやっぱなんか精神的に嫌じゃないですか。そうなんですね、うん、やっぱそういう微妙な距離がやっぱ入ってるとやっぱリズムがね、うん、よくなるし、やっぱスコアアップにつながるんじゃないかな。そうですね、思いまする。まあ、今回の知恵先生の、はい、パターンについてのレッスンを見て、はい、皆さんもスコア10アップ目指すべく練習をしていきましょう。はい、はい、また練頑張ります。また練頑張りましょうはい、それではここで重要なお知らせをさせていただきます。なんと、はい、リンゴルフの公式 LINE アットができました。ありがとうございます。この公式 LINE ではゴルフのね達成したいな、上手になりたいなっていう、まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのを、まあ、こちらでご用意していく予定です、はい、なかなかさゴルフ上手にならないなとか、伸び悩み、そうとかスイング合ってるのかなとかあると思うんですよ、まあ、そういうふうに悩みがあってプロみたいなスイングができるようになりたいとか100ギリしたいとか、まあ、ゴルフ一緒に行く人驚かせられるような上達したいとか思ってる人いると思うんですよね、はい、いるでしょ。いや、いっぱいですよ。それらを達成できる環境を、まあ、この LINE でご用意しておりますの で、はい、この動画の下の概要欄からぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします。はい、はい、ちなみに、うん、友達登録をしていただいた方には、はい、はい、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します、うん、プレゼントします。これはかなり有料級なんです。はい、はい、なのでぜひね、これはね登録してくれた方だけなので。そうですね、はい、で、この特典は登録時にアンケートの回答を、うん、行っていただいた方にお配りしているものなので、はい、アンケート必須なので、はい、そちらをお忘れなく。そうですね、登録だけじゃダメなんです。ダメですね、はい、アンケートの回答をお願いします。お願いします。
今回もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。お願いします。